では皆さんよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。まずですね、オープンキャンパスに皆さんお越しいただきましてありがとうございます。私なんですけれども、この前行われました2月の医師国家試験に合格しまして、この春から特許医科大学病院で研修を行っております土屋と申します。今日はよろしくお願いいたします。今日の大体の目次なんですけれども、こういったことを皆様にお伝えできればなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまずはじめにですね、研修医についてざっくりとなんですけれども、少しお話ししたいと思います。そもそも皆さん、医師とは何かということはご存知でしょうか。漠然とですね、人を治したりとかというようなイメージがあるかもしれないんですけれども、先にもご紹介があったんですけれども、医師というのはですね、医師法の第1条に規定されているんですね。で、大事なので少し読みますが、医師法の第1条において、医師は医療および保健指導を司ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとするというふうに規定があります。また私が今、身分であります臨床研修に関しましても、医師法の第16条に規定されておりまして、2年間以上ですね、そういった臨床研修を受けなさいということはですね、医師法に規定されているということです。では実際臨床研修ってどういうことをやるのということなんですけれども、ここで研修医のローテートの一例、これ各、これ私のですね、実際のローテートの順番なんですけれども、ご覧いただいて分かるようにですね、まずこれは、研修医1年目の私のローテートの、予定なんですけれども、さまざまな科を回ってまいります。例えば私が4月から5月はですね、麻酔科を回りました。で、6月7月はですね、内科を回ったりしているわけなんですね。なので、この臨床研修の期間はですね、さまざまな科を回り、手技や知識を学んでまいります。また2年目はですね、また違うローテーションで研修を行っていきます。で、今は8月ですので、私は今どこにおるかと申し上げますと、これ救命救急センターで今私は研修をしております。で、せっかくですので、救命救急センターについて少し私の方からお話しできればなというふうに思います。高校生の皆さんも救命医というと少しイメージがつきやすいのかなというふうに思うんですけれども、ざっくりとした業務としましては、ここに箇条書きで挙げました。一番こう想像がつきやすいかもしれないんですけれども、救急搬送の患者さんの対応、救急車もそうなんですけれども、本学大学病院にはですね、ドクターヘリもこのように完備しております。ですので、ドクターヘリで搬送された患者さんの対応等も行います。またそれだけではなくて、救命救急センターは病棟もありますので、そこに入院されている患者さんの、治療を行ったりですとか、さらに、高度な治療を有するような集中治療室で学んだりですとか、あと院内で急変があった場合にはですね、そういった方々への対応を行ったりもします。それで実際に救命救急センター、ここのドクターヘリ、その出動までの流れというのを動画でお借りしてきましたので、今回皆様と共覧できればなというふうに思います。で、この動画なんですけれども、撮影等はご遠慮いただければなというふうに思いますので、ご承知おきのほどよろしくお願いいたします。では早速動画の方を流してみたいと思います。救命救急センター内に設置された CS と呼ばれる通信指令センター。こちらにドクターヘリの要請が入ってからわずか3分ほどでドクターヘリが出動します。はい、栃木県ドクターヘリ CS です。栃木県消防本部ですが、交通事故が発生、ドクターヘリを要請します。了解いたしました。それではフライトドクターと変わります。お待ちください。交通事故によるドクターヘリの要請です。ここからは消防と通信指令センター、ドクターによる三者間通話により迅速な対応が行われます。はい、フライトドクターの菊池です。はい、じゃあ状態の方お願いします。20歳前後の男性がバイクで立ち木に衝突、胸と腹部を痛がっていて顔面蒼白、ショック状態です。はい、わかりました。CS 出動可能でしょうか。了解、天候に異常ありません。飛びます。このように要請に必要な情報だけを正確に伝達します。フライトドクター、フライトナースは速やかにドクターヘリに乗り込み、1秒でも早く現場へと向かいます。
のがまあ大体の流れです。今日もですね、先ほど実際にはドクターヘリが稼働しております、おりますので、まあ、本当にこう栃木県の医療を支える重要な役割を担っているんだなというふうに日々感じております。それでですね、次に皆さん、皆さんにちょっとお伝えしたいこととしまして、まあ、私も研修医として働き始めて数ヶ月経ったわけなんですけれども、まあ、その中で重要だなというふうに感じたことを皆さんに少しご紹介できればなというふうに思います。まずはじめになんですけれども、皆さんこれご覧になったこと多分あると思います。世界保健機関 WHO のロゴマークなんですけれども、これよく見たことありますでしょうか。よく見ると真ん中にこういうようなですね、なんていうんでしょう、こうシンボルマークがあるんですけれども、これ皆さん何かご存知でしょうか。中にはご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、これアスクレピオスの杖と呼ばれるものです。アスクレピオスというのは誰かというとですね、これギリシャ神話に出てくる医術を司る神というふうに言われています。初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、アスクレピオス、おそらく皆さん一度は目にしたことがあるんです。どこでかというとですね、ちょっと空を眺めていただけるとアスクレピオスに会えまして、ヘビ使い座というような星座があるんですけれども、このヘビ使い座というのはアスクレピオスをモチーフにしているというふうに言われています。でこの地上のといいますか、こちらのアスクレピオスと空のアスクレピオス、少しこう眺めていただくと、これ違いがあるのが分かりますでしょうか。空の方のアスクレピオスにはですね、これ蛇を持っていますが杖を持っていません。ただこちらにはですね、蛇と一緒にこう杖がありますね。これはまあ諸説あるのかもしれないですけれども、この蛇というのは医術そのものを象徴していて、杖というのはその医術を施すときのこう医の倫理であったりとか、そういったことをまあモチーフにしているのではないかなということを言う、おっしゃる方もいるそうです。なので、まあこのですね、まあ、杖の部分というのは非常に重要だなというふうに日々私もですね、研修を積みながら思っておるわけなんですね。で、まあ、ちょっと本題に入るんですけれども、まあ、実際私がいろいろと働く上で重要だなと感じたこと、一言に集約するならば、これ心技体になるのかなというふうに思います。でこれからですね、皆様にご紹介する中で、皆様でもですね、日々の、生活の中でこう練習したりしやすいような要素があると思うので、そこはちょっとご紹介、この星マークをつけてご紹介できればなというふうに思います。ちょっと順番が前後するんですけれども、このまず技の部分です。皆さん医師になって、こう例えば技っていうとどういうことを思い浮かべるでしょうか。ちょっと思い浮かべていただきたいんですけれども、おそらく私自身だと、まあ、手術であったりとか採血であったりとか、こういったことをですね、思い浮かべる方多いんじゃないかなというふうに思います。もちろんこれもそうです。私も今研修医としてさまざまな手技を学んでおります。ただ、まあ、実はこういうことだけではないんですね。例えば医療面接という言葉があります。古くはこう問診と言われる言葉なんですけれども、最近は医療面接という言葉を使います。皆さんもですね、病院とかかかられた時にですね、こうドクターと会話をしたりすると思うんですけれども、あれも非常に立派な技であるというふうに思います。でこれはですね、診断のための情報収集をするだけではなくて、これお互いの信頼関係の樹立、ラポールなんていう言葉もあるんですけれども、ラポール形成をする上でも重要ですし、情報伝達、例えばこう病状の説明をしたりですね、そういったこともやらなければならないですし、例えば食生活の改善が必要な方にはですね、そういったことをサジェッションするということも医師の重要な、役割となっております。他にもですね、これが重要なんですけれども、プレゼンテーションというのもですね、これドクターにとってはなかなか必要なんですね。例えば皆さん、じゃあ今からですね、ご自身のことを15秒で自己紹介してくださいと言われたらできますかね。例えばそれが15秒でプレゼンをするのか、1分間でプレゼンをするのか、これでもですね、プレゼンする内容というのは変わってくると思うんですけれども、実際医師となってもですね、例えばこうプレゼンテーションするときに1分間ほどのプレゼンテーションをするのか、それとも病棟でたまたま会ったですね、先生にあの患者さんどうなったって聞かれて、その場でこう10秒ぐらいでプレゼンをしたりとかですね、その場合によってさまざまなプレゼンテーションの方法があるわけなんですけれども、日頃からその自分の伝えたいことというのを整理したりして、そして相手は何を知りたいんだということをですね、こう考えながらプレゼンテーションをするというのは非常に重要だと思うので、ぜひ皆様もですね、日々そういったことをですね、感じながらこうやっていただければなというふうに思います。
で次はですね、体の部分なんですけれども、これはまず、まあ、体力、これはあった方がいいのかなというふうに思います。患者さんを治すにはですね、ご自身のですね、健康も重要かなというふうに思います。でこの中 で僕、私はこう体力には自信があるという方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、実を言いますと、各位私はですね、まあ、文化部でして、あまりどちらかというと体力、このパワーとかタフネスにそれほどのすごい自信を持っているわけではないんですけれども、そこでまあ私は違う部分の体力でこう勝とうというふうに思ったわけなんですね。それが何かというと、これね、学び続ける体力というのもこれ必要なのかなというふうに思います。この辺りに学生生活についてもですね、他のものからお話あると思うんですけれども、まあ、学生生活の中でも学びというのは非常に重要でありますし、現在こう働き始めてからもですね、やはり医療の世界というのは日進月歩ですので、常に学び続ける姿勢というのは重要だなというふうに私自身、日々感じております。ですので、好奇心ですとか向上心を忘れずに日々学び続ける体力、こういったものもですね、ぜひ皆様も日頃から醸成していただければなというふうに思います。最後にこの心心の部分なんですけれども、私はこれコミュニケーション能力というのが非常に重要であるというふうにこれ本当に日々感じています。でコミュニケーションというのは本当にさまざまな方と取らなければならない場面というのがたくさんあります。もちろん患者さんとコミュニケーションを取るということも日々重要なんですけれども、例えば医療従事者とのコミュニケーションを取るということも非常に重要です。医療というのはですね、医師一人の力では完遂することできません。例えばこの医療従事者というのもですね、たくさんおりまして、皆さんもまあ10個ぐらいまあ他の職種を言えていただけると大変ありがたいんですけれども、そういったさまざまな職種の方々と連携を取りながら医療を遂行していくので、その際にもやはりコミュニケーションというのは非常に重要なのかなというふうに思います。また社会であったりとか行政、保健所等々ともですね、コミュニケーションをしてこう連携して、いろいろとですね、業務を行っていくこともあるので、本当にこのコミュニケーション能力というのは日々重要だなというふうに感じながら私も業務を行っております。で最後になんですけれども、私の方からですね、まあ拙いながらちょっとメッセージを送らせていただければなというふうに思います。医師になるということはですね、そのこと自体というのは目的ではなくて、あくまでもまあ手段の一つなのかなというふうに私自身は思っております。ですので、医者になるというだけではなくて、医者になってどういうことをして、どういう貢献をしたいのかなという、気持ちが非常に重要かなと思います。おそらく皆様その気持ちを持っていると思いますので、皆様のその熱い気持ちを最後まで忘れずに頑張っていただければなというふうに思います。いつの日か皆様とですね、一緒に仕事ができることをですね、心から楽しみにしております。以上で私の方からのお話、させていただきます。皆さん、ご清聴ありがとうございました。